っていう理由です。インフレーション、おしゃれ、かわいい、おお、かわいい。よく地中隊で、ふなギャルみたいな感じでやらせてもらって、ギャルなんだ。はい、スイートポテトです。そう、スイートポテト料理作った理由はスイートポテト好きって聞いたから言ったことない。続いて、はい、はい、それはあれやな、前回ひどかったからね。今回はちょっと頑張ってほしい。買ってきたのか。え、ちょっとガチっぽい。これすごい。今回はあのちょっと腕を取り回していただきました。素晴らしい。朝早起きして作ることにしました。じゃない、かわいいじゃん。そんなソルは誰にチョコを作ってきたんですか。タイトルからちょっといいですかね。あ、タイトルからいいですかね。いいよ。愛をぶつけろ、恋のラブビームチョコ。イエーイ。重そう。これ、これ、これ、これはちょっと誰にとかじゃなくて、ちょっとやっぱりあの自分追いかけられたい願望があるので、みんなにあの告白をしてもらって、一番ビビッときた人にこのチョコを渡す。どうだ、僕はここで繋がったと感じた。それ、好きだぞ。キュンキュンなんだ。キュンだったわ。キュンなんだね。19ボイトからの出会いだったね。いつもソルのよしできるとか、行こう行こうとか活気つけてくれるところがめっちゃ好きです。付き合ってください。付き合うや。付き合うや。じゃあ、ソルにされた。僕がちょっと落ち込んだりしてる時はすごい気にかけてくれて、いつも助けてくれてありがとうございます。でよかったら手作りチョコ食べたいです。お願いします。はい、ありがとうございます。ちょっとこっち来てもらえますか。楽しく言うと僕がこれで欲しいから、あとで1万円とかして。うまい、うまいよ。そっか、彼お金で買おうとしました。俺はずっと心の中に決めてることがあって、それは君の進むべき先に光を刺し続けるから。おー、 DW。 背に赤いね。それは OK かな。 OK だよ。よっしゃー。今の告白かな。一番心にクリティカルヒットしたのはエントリーナンバー、はい、3番エリックくんです。おエリックは本当に伝えてる時にね、ちょっと涙目になりながら訴えてきてくれてたんですよ。はい、それが一番嬉しかったので、今からこちらに。わかりました。エリックって名前は今かくんよ。あ、今かくんよ。よし、できた。できました。はい、エリックチョコ完成しました。はい、すごい。いいよ、それです。ではエリックの A を食べたいと思います。おー、柔らかい。柔らかい。めちゃくちゃうまい。これはぜひ食べてほしい。美味しかった。あー、テンション上がってきちゃった。踊っちゃおう。やるね。
ゃん。ちょちょちょ、ごめん、ドナゴネタで持ってきた僕が悪かった。違う、ごめん、ごめん、ごめん。はい、続いて、タイガ。はい、タイガ。タイガ。ちょっと、えってなるかもしれない。お、人に。その名を。草地亮太くんです。おお、意外じゃない。意外。よかったら、うん、え、めっちゃ嬉しい。めっちゃ飛び跳ねてる。めっちゃ嬉しい。まあ、嬉しがっとけばいいっすよ。え、おお、マジ怖いです。まあ、亮太くんは僕は個人的にすごいお世話になってるというか、まあ、これ今までの感謝とこれからもよろしくお願いしますっていう意味で作りましたが、最近僕すごい思うのが、はい、龍馬くんとあのくまちゃん、はい、はいはい、行き過ぎてんなと思って、はい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 、みんなが思ってるからね。考えました、このタイトル名、二人の愛引きちぎったのがチョコレートです。簡単にふざけないんで、ちょっと試させてみたらどうですか。前回お弁当でくまちゃんにね、お返しもらえなかったからね、寂しいだろうなと思って、ちょっと龍馬くんに今日今回作ってあげようと思って。龍馬くん喜んでくれますかね。あ、オレンジ、くまちゃん色だ。いや、嫉妬されますねこれは。愛情込めて作ったので、まあ本当パッケージからピンクのメンバーから入れて、ね、はい、こんな感じです。はい、おぉ、すごい。すごい。すげー、かわいい。まそう、めちゃくちゃ、もう、めっちゃ撮ってるね。じゃあ、これ、いただこうかな。美味しそうね。いただきます。まあ、味はすごい、ジュラ君喜んでくれそうな味でした。うわ、嬉しい。嬉しい、ありがとうございます。うわ、初だから、初エンジンが。そうやな。そうですね。それだけで嬉しいし、うん、めっちゃなんか凝ってくれてるのすごく嬉しい。僕がもらったバレンタイン違うでしょ。うわうわ、初めてバレンタインチョコレート作ったんですけど、いろんな風に作れてよかったなと思っております。え、でも怖い怖い。嫉妬心から作ったってことでしょ。そういうこと。古いよ、バチバチが。ドロドロやな。三角関係、三角関係。正直これ作ってきたんやけど、うん、こんなに攻撃されると思ってなかった。結ばれてほしいな。くまちゃん、おー、くまちゃん、これ多分もうこのメンバーもスタッフさんも絶対りょうのに作ってくるだろうと思って、今回はなんとなんとりょうのに作ってきました。あー、バックにしてもらってごめんねってすごい言ってくるんですけど、おう、おう、そうじゃないよって、なんか告白ですか。だよこれ。何を言われてる。この服もリオノからもらったやつなんです。着ながら作ります。多分リオノに作ってくる人もいると思うので、他にも楽しかったよって言ってもらえるように一生懸命頑張ります。このかシュガースプレーを入れようと思うんですけど、可愛くなりすぎちゃうかな。いいよね、きっと量のカラフルな方が好きだ。いつものもありつつ、おお、すごい、すげー、かわいい。わー、美味しそう。上は生チョコにして、下が、まあ、クッキーをあの砕いて食べる。どうしようっていうか、すげえ、すげえ、どういうものあれ、俺のメンバーから意識して、あ、そう、一応こっちにして、毎回飲み物まで用意する、ね、ちゃんと、すごいよね、すごいよね。いきます。おいしそう。下のクッキーがすごいサクサクなんですけど、サクサクそう。生チョコがめっちゃうまいです。嬉しくて、今やばいですね。そうだね、前回もらわないかったけど、今回2人からもらえるけど、僕から行くんですか、うん、どっちの方が嬉しかった。おっ、おっ、気になる。両方の時に分かるから。なるほどね。あ、そうだね。あ、宇宙の味は。そうだね。ということで、じゃあ最後、両の
りょうのどれのために作ってきたのか発表お願いします。ちょっと誰が一人を選ぶの本当に難しくて、はい、神様に頼ろうと思って、おい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 、マジで神のみぞ知るということで、何を思い出してくれ、ちょっとなんか、はい、なんか僕的にはタイカかジョクマちゃんを引いてあげたい気持ちに今なってます。じゃあげたいとかじゃなくて引くんだから大丈夫。そうそうそう、お願いしましたら行きます。もう決まってっから、これにしました。いきます。今回はバレンタイン企画ということで、ジャガイモを使ってね、バレンタインを作っていこうと思います。このスライスしたジャガイモちゃんたちをハート型にかたどっていきます。先ほどかたどったジャガイモちゃんを続きましてホワイトチョコにつけていきます。ここで味噌なのが半分だけつけるということですね。こうすることによってちょっとおしゃれに見えます。いただきます。もう見事、うわー、美味しそう。絶対うまい。いや、それは美味しそう。もう音で分かれる。あ、美味しそう。うまい。いや、めっちゃうまい。チョコ食べたことないから食べたいんだけど、あんなと思ってる。そうだね。まあそうだね。確かにそれはそうだね。ということで全員のチョコの紹介が終わりました。じゃあ、もらえなかった人は？はい。もらわれへん。もらわなかった。うわ、5人もおるよ。結構多いね。もしもし。まあ別に。一番悲しい。両方いなし。あ、そうだね。まさかの両方いなし。いらっしゃいませ。やばー、またね、こういう企画やりたいね。またそう、楽しかった楽しかった。しかも、うん、次こそ両思い作ろう。そうだね、確かに、うん。先日、2月10日水曜日に僕たちエンジンのファースト両 A 面シングル Say Your Name エンジンが発売されました。ぜひとも買ってもらえたら嬉しく思います。お願いします。お願いします。また2月のダムチャンネルにカギツバ、クマちゃん、キュウガ、はい、ソルが出演しています。おー、いつもカラオケ行ったらさ、よくあの耳で行くさ、ダムチャンネル、あれ行ったもん。そう、そう、うわー、いいなー。聞いてくれたよ、こっち。歌って元気出してこう。こちらを皆さん見ていただけたら嬉しく思います。そして僕たちのファースト写真集エンジンファーストフォトブックエンジンも絶賛発売中です。よっしゃー。